WBA 世界ライトフライ級タイトルマッチ12回戦、チャンピオン赤コーナー井岡一翔2度目の王座防衛戦、チャレンジャークワンタイシスモーゼにとっては2階級目のベルトをかけた戦いです。チャンピオン井岡一翔の第2章の総決算、夢の3階級制覇へ、おじが成し遂げられなかったその3階級制覇へ駆け足となる今日の一戦です。ゴング鳴り響きました。大阪ボディメーカーコロシアム、まず先にジャブを放ったチャンピオンの井岡、ワンツーと打っていきました。チャンピオン井岡です。3階級制覇へのテストマッチともいえるライトフライ級2度目の王座防衛戦です。身の大きなフックはチャレンジャーのクワンタイ。解説は引き続き鬼塚和也さん、内藤大輔さん、リポーター土井俊幸、日田越オリオンアナウンサー、実況 TBS 伊藤龍介でお伝えしてまいります。さあお二方、はい、宮崎選手が王座を守りました。はい、バトンを受けたこの井岡選手の戦いですが、まずは鬼塚さん、はい、どこがポイントになりますか。そうですね、井岡選手はあの前半相手の呼吸とか間をね、はい、じっくりあの観察しながら試合を組み立てる選手なんですけど、やっぱ不安定、今日は結構1ラウンドから出てますね。そうですか、はい、内藤さん、はい、いつもと違う動きというのは右ボディストレート井岡です。調子のいい証拠なんじゃないですかね、はい、そう見えます、動き見ても。そうですか、切れてますよ。なるほど、序盤からプレッシャーをかけていこうというチャンピオン井岡です。このタイトルマッチの主なルールです。同じラウンドに3回のダウンでノックアウト、採点はジャッジ3人が1ラウンドごとに10対9と優劣をつけることが創生されています。試合途中の採点発表はありません。グローブは日本製の8オンス、井岡は黒、クワンタイリーストレート、クワンタイは青です。また偶然のバッティングで試合続行不可能な時は4ラウンドまではドロー、したがって井岡の防衛、4ラウンド以降は採点によって決着がつきます。有効打で傷が開いて右ストレート飛び込んできたクワンタイ、試合が止まれば TKO が適用されます。ダイボディは井岡です。右フック井岡、上下と打ち分けていくチャンピオン井岡です。左のダブル井岡です。鬼塚さん、前回の初めての防衛戦ではボディへの組み立てからノックアウトを演出したこの井岡でしたが、そうですね、でも今日の井岡選手はちょっとこう今までと違う感じがしますね。というのはちょっともう攻撃もう KO を意識した戦い方をもう前半から、今まではですね、試合の中の流れで倒すっていうのが井岡選手の持ち味なんですけど、今日はなんか本当に決めてやろうという意識がなんか一覧とか出てますね。そうですか、そうですね、戦い方がキャリアッパー、クワンタイ、まあ、そういう時こそ気をつけなきゃいけない時でもありますからね、はい、内藤さん、基本的にはこのチャンピオン井岡はノックアウトを狙うようなタイプではないんですよね。そうですね、狙うようなタイプではないと思います。けど今日の戦い方を見るとなんか倒すぞというようなね、気持ちが見えますよね、はい、まあ、調子のいい証拠でだからだと思うんですけども。そうですか、切れてます。このライトフライ級に戻してこれが3戦目という井岡です。軽いジャブ、井岡少し下がりながら相手を見ています。チャレンジャーのクワンタイは世界ランキング5位です。井岡がかつて巻いた黒の WBA のミニマム級の王座手にしたこともあります。左ジャブ、チャンピオン井岡のジャブ、相手のパンチを見切って下がった井岡、静かの中にも井岡のパンチ、あちらがこもっていました。パンチちょっと体が流れてしまったところがあるんで、今ではそういうことはなかったので、うん、はい、第2ラウンドが始まりました。世界3階級制覇を直近の目標に掲げているチャンピオン井岡一翔、2階級目のこのライトフライ級の2度目の防衛戦です。内藤さんも1ラウンドをご覧になっていつもと違う井岡を感じたそうですが、はい、どうでしょうか、このパンチの組み立てなど。いや低い、じゃあ低い、もう一発、不安定の右目が腫れています。1ラウンドから手数も多く、やっぱ隙間から打ちました。相手のガードしっかりと固まっていましたが、下から打ち上げたチャンピオン井岡です。伊藤さん、はい、赤コーナーサイド井岡和則会長に話を聞きますと、はい、1ラウンドは力を入れすぎているなという話ですね、使いすぎているという話なんです、うん、はい、一発を少し狙いすぎているので、もう少しこのラウンドからコンビネーションを入れていこうと、そういう指示が出ましたね。そうですか、やはりそういったいつもと違うその変化を感じている井岡和則トレーナーです。伊藤さん、はい、青コーナーのクワンタイシスモーゼンサイドですが、ジャブを打って、はい、そして手数をまず出してということと、それからワン、ツー、スリー、3発目の得意の左フック、うん、この得意の左フックまで持っていくようにという指示を出しています。なるほど、右フック、クワンタイ、パンチを繰り出してくるチャレンジャーです。
右アッパーから左ボディにつなげました。チャンピオン右ストレートまで打った。あっとローブローになってしまった。チャレンジャーのクワンタイ、ちょっと引っかかった。はい、チャンピオンサイドは少し力を抜こうという日体通アナウンサーのリポート。一方チャレンジャーサイドはもう少し手数を出していこうという土井俊之アナウンサーのリポートでした。鬼塚さん、両陣営のこの見方お聞きになっていかがですか。そうですね、はい、まあ、ちょっと井岡選手はやっぱり守りと攻撃は半々に分かれたようなことでね、はい、リスクを極力避けるというか、選手なんです。今日はやっぱり攻撃の方が結構重点に置いているような感じがしますよね。そうですか、はい、まあ、そこら辺はやっぱりセコンドもちょっと抑えていけっていうのは指示出てると思います、うん、右ストレートもらいました井岡です。そう、今のようなカウンターちょっと狙いでくる可能性あるんでね、気をつけたいパンチですよ今のは、はい、右から左クワンタイのパンチも切れている。右ガードの上でした、クワンタイ。小林から相手のパンチ見ていた井岡です。ワンツー強引に打ってきたクワンタイです。あまりガードの上でもああいうパンチはもらわないんです。右ボディ、はいはい、相手の呼吸も見ながら戦ってるんで、いつもは。今日は本当にこう倒そう倒そうというちょっと力でねじ伏せようという、誓いを見せようというのが 見えますね。そうですか、はい、確かに内藤さん、このチャンピオンの井岡はいつも相手のパンチを見切ってこのボディーワークでかわしたりステップでかわしたりするシーンが多いんですが、はい、今日はちょっとガードの上からでもパンチを受けているところがありますね。そうですね、攻撃が8、守り2ぐらいな感じで。そうですか、いつもは体を避けたり、今日はガードでね、ガードで受け止めて返すとか、はい、攻撃重視な姿勢ですね。まだ今の段階では、ね、何とも言えないので、はい、大丈夫、これが功を奏するかもしれないですし。なるほど、飛び込んで左ボディはクワンタイです。ただその中でも鬼塚さん、はい、この生命線である左ジャブはしっかり良いが出てますね。このジャブです、まあ、的確にパンチは当ててるんでね、はい、まあ、ポイントは取ってるとは思うんですけど。なるほど、ワンツー。しかし相手のカウンターアッパーが飛んできました。こういうパンチは本当に今でも今でももらわないパンチですよね。はい、第2エンド終わっています。本日のもらったら返すのような姿勢ですよね。はい、第3ラウンドが始まりました。先に相手のクワンタイがジャブを打ってきました。 WBA の世界ライトフライ級タイトルマッチ12回戦です。左のジャブ2つは井岡です。1ラウンド2ラウンドは少し辛さが見られたという赤コーナーチャンピオンサイド井岡和則会長の声もありました。その中で動きが少し状態出てきたという感じのチャンピオン井岡です。左のジャブ相打ちです。もともとはライトフライ級がベストの階級でしたからね、はい、ミニマム級よりライトフライ級の方が調子はいいですよね。バックステップでかわしました井岡。ですから鬼塚さん、はい、コンディショニングの中ではこの右カウンターの対応か、今のは強烈でした。はいよ、内藤さん、今いいパンチでしたね。いいパンチでしたね、はい、右アッパーから左ボディ、ボディワンツー、ここはコンビネーション。調子いいですよ、はい、今日調子いいですよ。そうですか、ですから鬼塚さん、そのコンディショニングも含めてこのパワーなどもこのライトフライ級3戦目戻ってですから、このマッチしてきたという印象もありますか。そうですね、やっぱり今までは本当にこう、まあ、パワーというよりも技ですよね、技で倒してきたところがあるんですけど、はい、今日は本当にもうパワーもスピードも全てでねじ伏せようという意識がなんか見られますね。そうですか、左相打ちです。伊藤さん、はい、赤コーナーサイド、おじの井岡弘樹さんに話を聞きますと、リズムも出てきてパンチのキレも出てきたと、はい、もう立ち上がりとしては申し分ないと、非常にいいスタートを切っているという話をしてますね。はい、右ボディから左ボディ、パンチもらいました、チャンピオン。しかしこれが濃いですね、というこれがね、左のジャブ。相手のクワンタイもかつてミニマム級のベルトを腰に巻きました。そのベルトが八重樫に渡り、そしてこの井岡、宮崎と歴史が続いています。ですからテクニック、それから実績というのは鬼塚さん、申し分ないチャレンジャーですよね。そうですね、クワンタイ選手もやっぱり反応早いですよ、はいはい、それで予想以上に手が長いんでね、はい、受け抜きてるなと思いながら結構届いてるところあると思います。そうですか、うん、伊藤さん、はい、青コーナーの指示としては、先ほど井岡からもらったパンチの後は、うん、とにかく右のガード、これもしっかり上げとかなければいけないということですね、はい、それからもう一つはボディから上と、下から上というコンビネーションを指示しています。なるほど、チャレンジャーは先ほどは攻撃の指示、そして今度はディフェンスの指示もしっかりと出ているというクワンタイです。チャレンジャーブワンツー、井岡です。打ち下ろしました。このラウンド井岡がリングの中央にいて、相手のクワンタイ少し動かしている、そんな印象も出てきました。クワンタイジャブからアッパーをバックステップでかわして井岡、ガードを上げた井岡、左ジャブ2つ隙間から打ち出した。そして3つ目、たまらず前に出てきますが、これはバックステップでかわしている井岡。鬼塚さん、この辺りの攻防の駆け引きというのは井岡は持ち前のところ出てますね。そうですね、ジャブを一回ボディにフェイントつけて左で上に当てていくっていう、はい、一つ左つく、ね、でもこう変化をつけてますね、はい、顎をしっかり引いているチャンピオンの井岡、腕でフェイント、それを真似したクワンタイです。
相手の顔を見ている井岡、細かな半歩、指先の感覚、ワンツー、クワンタイの左目の横あたりも腫れてきたが、第3ラウンド終わっています。第4ラウンドが始まりました。黒いグローブがチャンピオンの井岡勝と2度目の王座防衛戦、青いグローブがチャレンジャーのクワンタイ・シスモーゼン、タイからやってきました。相手のクワンタイもジャブからの組み立てという形になっています。一方の井岡は先ほどからこのストップワークが切れてきました。ワンツー、左フックも組み立て、そのコンビネーション入れてきます。何といってもこの井岡は年末にも3階級制覇への挑戦、それを口にしています。前出てきたクワンタイですが、これをまたバックステップでかわしています。鬼塚さん、はい、そのあたり3階級への思いというのが今日の試合にも序盤から出てるんでしょうか。そうですね、やっぱりこう、はい、試合自体勝つこと以上にやっぱりこうアピールというところが出てますよね。はい、はい、右ノーモーションカウンターで打ちました。この井岡は昨年大晦日6ラウンドノックアウトで日本人最短プロ11戦目で2階級制覇、そして前回5月も初防衛戦9ラウンドでノックアウト、2連続 KO が続いています。左アッパー、相手は左フックを返してきました。相手のクワンタイの顔面が少し赤くなってきました。井岡選手はチャンピオンなんですけど、はい、手数が多いですね。そうですか、先に攻めてます。鬼塚さん、はい、このパンチの数ではどちらも同じようには見えますが、どうでしょう、顔面を的確に捉えているパンチというのは井岡の方が多いでしょうか。井岡選手の方が全然あのピンとしてますね。はい、上がりました、カウンター、カウンターちょっと効いたかな、はい、下がったクワンタイ、ちょっと来ましたよ、追い込んでいく右、しかし右取ると返したクワンタイです。クワンタイの左目がもう真っ赤になっています。左のジャブ、これが相手の顔面を張り合わせる、ウィービングかわした、リングを右回る、調子いいですよ、動きを出した、うん、相手のパンチ、腰がちょっと入っていないクワンタイ、腕を一度下げた井岡、ガードを下げました。鬼塚さん、そうですね、そしてリングを回る、右左とフェイント、相手がその井岡の動きを追いかけています。井岡選手は本当に相手の力を利用してね、はい、うん、あのノックアウトを作っていくっていう選手なんです。今日は本当にもう自分から仕掛けていって、あの作ってますね。内藤さんも現役時代ノックアウト率は高かったんですが、この軽量級で、まあ、このノックアウト作るというのは非常に難しいんですよね。そうですね、狙おうと思ったら逆にできないですしね。はい、右をもらった井岡、いいカウント落ちましたね。はい、しかし内藤さん、この井岡のノックアウトスタイルというのはどういったものなんでしょうか。あのコンビネーションの中から自然と生まれるようなノックアウトですね。左フック右、狙って倒すようなパンチでじゃないんですよね。なるほど、自然の流れで KO しているというスタイル KO ですね、井岡選手の場合。いつの間にかその流れに呼び込んでいくのがこのチャンピオン井岡の底深さ。相手のパンチをかわしてガードしている、相手の呼吸まで読み取ってるんです。右ノーモーション、左ボディストバックです。チャンピオン井岡のボディへのパンチも捉え始めました。してやろうという気持ちが全面出てるのかなという気がします。第5ラウンドが始まりました。井岡勝人の2度目の王座防衛戦です。左のジャブが当たったファーストパンチは井岡でした。このラウンド、前回5月の初防衛戦9ラウンドでノックアウト勝利でしたが、この序盤の4ラウンドまではジャッジ3人とも10対9フルマーク、40対36でした。内藤さん、はい、ですからこの序盤井岡がリズムを取るというのは非常にうまいんですよね。そうですね、そうですね、リーボディストレート井岡取っていきますからね、はい、左相手のガードの上から打ちました。今度はジャブ。鬼塚さんはこの序盤4ラウンドのポイントはどう見てますか。そうですね、あの、はい、もうあの前段で井岡選手の方が、ね、的確にパンチ当ててるんでね、はい、それは大丈夫だと思いますけど。なるほど、そのままでいいですよね。はい、右アッパー左ボディ、内藤さんこのままでいいというのはこの流れで持っていけばいつかチャンスは来ると。そうですね、うん、右ボディ相手の脇腹に打ち込んだ井岡です。伊藤さん、はい、赤コーナーサイド井岡和則会長はやはりもう少し力を抜いて、うん、しっかりとポイントをまず取っていこうというそういう指示を与えましたね。そうですか。そして相手のクワンタイが少しボディを嫌がってるね、ブロックの間のボディストワークのあたりこれ狙ってくればいいんじゃないかとこういった指示も出てましたね。そうですか。日体操アナウンサーのリポート、ボディへのパンチも有効。やっぱ井岡当てました。次から次へとパンチが当たっていく右のモーション、これは当たった井岡。あっとクワンタイの手が出なくなってきたか。そうですね、ダメージ溜まっていってますよ。そうですか、コツ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 、いいボクシングです。
鬼塚さん、この井岡よく語りますが、一発一発全力では打たないんだと、いわゆるステパンチ、カウンターが来ました。いわゆるステパンチ、それから見せるパンチというのがあるんだと。左アッパー、相手の動き棒立ち、一度下がった井岡、と手が出なくなってきましたね。早くも、はい、狙いを定める、右、これもカウンター、クロスで打った、左ジャブ、相手は右フック、しかしガードしている井岡、踏み込んで右ショートで当てた。7、8割にパンチを落とすことによって、はい、あのパンチがずっと続けられるんですよね。あ、そうですか、はい、内藤さん、そのパンチが12ラウンド続くという印象はありますか。はい、ありますね、井岡選手の場合ありますね、はい、集中力も高いですしね、マンツー、やっぱりよく練習しているという職熱もありますしね、はい、右ボディーガードの上でした。本当手数落ちませんね。はい、右ボディーストマックです。右コーナーに近いした、不安体、少し腹がくの字になった。左フック当てている井岡、ちょっと不安体、膝が少し伸びてきました。完全にもう、ね、井岡選手ペースになってきてますよ、これ。はい、この不安体は階級を上げてのこの2階級制覇への挑戦。ナイスボディ、動きが止まった。井岡、チャンピオン追い込んでいく。ボディちょっと効きましたね。不安体パンチを出すが、これは出しているだけ、力がなかなか持ってこない。よく入りますね、ショート、フェアアッパー。井岡のパンチ、終盤も相手を捉えています。ラウンド6、リング下には激闘を制しベルトを守った盟友の宮崎亮が控えています。さあ、チャンピオン井岡、試合の半分、6ラウンド目に入りました。鬼塚さん、はい、まあ、この控え室でこの宮崎の戦い見ていた井岡ですし、はい、非常にそのこのリングにかける思いというのはあるんでしょうか。そうですね、やっぱりこう、もう自分の強さもアピールしようというのはやっぱり試合見えますね。はい、ボディへのカウンターとかも本当に怖いんですけどね、顔も開きますし、すごいですね。内藤さん、はい、まあ、この井岡選手は非常にこの攻防のバランスが取れていて、リスクを比較的避けながらも流れの中でノックアウトを狙うというタイプなんですが、はい、今日はそれが、まあ、オフェンスが全面に出ていると。オフェンス、今日はそうですね、はい、やけに左ボディ攻撃的なスタイルですよね。そうですね、オフェンス重視ですよね。ああ、またちょっと聞いたかな、はい、ちょっと 手が出なくなってきましたね。相手のクワンタイチャレンジャー、はい、手を出すと返ってくるんですよ、カウンターで。だから下手に出せないなという感じなんですよね。そうですね、わかりますよ。左フック、相手の顎筋。伊藤さん、はい、ラウンド間にコーナーに戻った時のクワンタイですが、かなり呼吸が荒くなっていまして、はい、一生懸命トレーナーがボディをマッサージするなど、かなり変わってきましたね。そうですか。それからまずディフェンスのガードという言葉は何回も出てきています、はい、それから相手の井岡が右のボディを打ってきた時にはアッパーを当てるようにという指示を出しています。なるほど、ドイトシキアナウンサーのリポート。ダメージが相当蓄積しているというこのチャレンジャークワンタイ、やはりジャブ、これ当たっている井岡です。自分の試合の流れに持っていこうという井岡、右ストレートも当たった。クワンタイ足が止まってきました。一方の井岡、右ノーモーション、手が出しづらくなってきてますよね、はい、読まれてるんで。ですから内藤さん、こうして強引に踏み込んで近い距離でパンチを振るしかなくなってくるわけですね。あとカウンターを狙う だけとかしかないですよ、はい、ただこの井岡のガードもずっと高いままですからね。左ボディ、右フック、これもガードして井岡、顎を引いたまま井岡、右もらった井岡ですが、ダメージはそれほどありません。左のジャブから組み立てる右ボディ、あ、ボディ狙ってますね、はい、すごいな、ボディ打ちてでも怖いですよ。内藤さん、そしてこのライトフライ級は 48.9 キロリミット、軽量級ですから、ノックアウトするということ自体が難しい階級ですよね。そうですね、軽量級はやっぱりノックアウト率は低いですからね、はい、その中でこれまで12戦全勝 8KO という井岡、世界戦これまでもうキャリアの半分が世界戦という経験です。井岡、右ボディストレート、これは打っただけ、誘います、左フックピンポイント立てる、相手のジャブをかわし右ボディ、右ストレートショート、井岡、ここも相手のパンチはもらっていません。完全にケースを握った。試合の半分が終わっています。ラウンド7、試合の後半戦を知らせるゴング、 WBA 世界ライトフライ級タイトルマッチ12回戦です。
1ラウンドは比較的硬さが目立ったというチャンピオンの井岡ですが、2ラウンド以降はいつもの通りにこのゲームを試合を組み立てています。キャリアッパー解説は鬼塚和也さんと内藤大輔さんです。鬼塚さん、はい、試合中盤が終わりましたが、はい、この井岡の戦いどうでしょうか。そうですね、もう完全にもう自分のペースになっているので、はい、あとはまあどこで倒そうっていう、まあ、常に考えて戦っているんじゃないですかね。そうですか、はい、今日も随所に内藤さん左アッパー右顔面パンチをまとめていく、一気に決めにいく、ボディの連打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 、相手の動きが止まった、足をまとめて、そして顔面のパンチ振り出して一気にまとめて試合を終わらせるのか、いいのか左不安帯なんとかこらえた、なんとかですね、なんとかこらえただかって感じですよね。相手の脇腹、ただここでカウンターをね気をつけてほしいですよね。はい、そのあたりも感じたんでしょうか。内藤さん、一度後ろに下がったようですね。まあ、完全にちょっとガード仕切りになって、はい、右とりあえず一度仕切り直ししてるんですかね。場内カズトコールが起きました。ガードを上げる右ジャブ左ジャブ、あ口も開いちゃってますね、効いてますよ。ボディ不安体も鍛え上げた肉体ではありますか。いやそうですね、仕上げてきたと思いますよ、あの体見れば、はい、そうですもん、よく練習してよく仕上げてきた体ですよ。そうですね、それでもかなわないんですよ今のところね。井岡選手調子良すぎですよ今日。はい、伊藤さん、ガリアパー、はい、井岡勝則会長もやはりボディが効いてると見てますね。ですからこのラウンドが始まる前にまずそこを効かせるためにしっかりと丁寧に上下まず打ち分けていこうと、はい、その中でのボディという話をしています。そうですか、もう一度ここから後半戦基本を徹底しようという井岡勝則会長、日体ツアーアナウンサーのリポート。ここまでこう差が出るとこう KO されまいと必死でガードしてノックアウト、チャンピオンなるか、ライトフライ級2度目の防衛なる、この階級ウサインボルトのポーズを真似た夏を締めくぐったチャンピオン井岡、これでこの階級世界戦具志堅用高さん以来35年ぶりの3連続ナックアウト勝利、3階級制覇への挑戦への道を自ら切り開きました。父勝則会長の肩に上がったチャンピオン井岡、最後は鬼塚さん、はい、左フックでした。そうですね、そのボディが効いてるかボディを散らして上に返すっていう、そこにも返答を使ってですね、はい、はい、そして内藤さん、はい、ここまでの相手不安帯のダメージの蓄積ですよね。そうですね、もう時間の問題だったんでしょうね、はい、圧勝です。こらえて逃げ続けるチャレンジャーを仕留め切ったその強さ、そこに凄みを感じさせる第27代 WBA 世界ライトフライ級王者井岡一翔、このボディメーカーコロシアムで左の拳を高々と掲げました。2度目の世界王座防衛、これで年末史上2人目の亀田光輝に並ぶ3階級制覇への挑戦も見えてきました。さあ鬼塚さん、はい、今日はもう序盤から世界ランキング5位、元ミニマム級のチャンピオン不安帯だったんですが、はい、仕留めに行くという姿勢が前面に出ていました。そうですね、まあ、見ててちょっと勝ちを急がないでほしいなって正直思ったところもあったんですけどね、はい、それでも結果的にやっぱりもう力と技とで倒すっていうところがすごいですね、はい、おめでとうございます。この井岡は最初のベルトはミニマム級で取りました。そしてこの階級ライトフライ級に上げてこれが3試合目、内藤さん、はい、自分の階級に戻した井岡ですが、徐々にそのボクシングの幅、凄みというのを増しているんじゃないでしょうか。いや増してますね、確実にミニマム級の時と比べても全然違いますね、はい、いや力強くなってますよ。そうですか、漆黒のベルトを守りました。そして今チャレンジャーと抱擁を交わしたチャンピオンの井岡、キャリア45戦の相手にまだ若き24歳のチャンピオンが見事にこの世界戦7度目、これでプロのキャリアでは世界戦が7試合そして世界戦以外が5試合というキャリアを持つチャンピオン、見事な防衛です。それでは見事ノックアウトでの防衛を果たしました井岡勝則です。おめでとうございます。ありがとうございます。チャンピオン、これでライトフライ級は
3戦連続のノックアウト勝利、これいかがですか。やっぱり会場に足を運んでもらってる方もそれが見たいと思っていたんで、まあ、そこは意識はしてましたね、はい。今日は本当に1ラウンドからいつもと違う倒しに行こうという姿勢がかなり見られたんですけども。いや、ね、逆に言えば悪いところでもあるんですけど、まあ、やっぱり自分自身ボクシングイコール KO、 自分のボクシング見したかったんで、ちょっと気持ちが入りすぎました。ただおっしゃっていた自分の強さを証明したいリングで出せたんじゃないですか。まあ、やっぱりクワンタイ選手もすごい強い選手だったんで、いいパンチ何発ももらって、少し悪い場面もありましたけど、やっぱり皆さんの応援があったんで踏ん張ることができました。ありがとうございます。また改めてチャンピオンベルトは戻ってきましたけども、今肩からかけていかがですか。やっぱり僕が今ライトフライ級この階級でいる限りは王座の椅子は僕のスペースしか空いてないんで、この座は誰にも譲らないです。今後さらなる強敵も来ると思いますけども、どんどん受けてくれますか。そうですね、やっぱり自分自身もこれからも僕の代わりはいないということを、僕にしかできないボクシング、僕にしかできないことをこれからも証明し続けますんで、皆さんまた応援よろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。チャンピオン、皆さんもう一言だけ待ってると思うんですけども、ここでまた防衛をして、どんなこれから戦いをチャンピオン像を見せていきたいですか。まあ、自分自身強さをどんどん追い求めていって、正直自分でも分からないです。でも僕が純粋にボクシングに迎えるのは皆さんの応援があるからあることが確かなんで、まあ、本当にこれからも自分自身もっと純粋にボクシングと向き合っていきたいと思います。ありがとうございました。見事2度目の防衛はノックアウト勝利でした。チャンピオン井岡一翔選手でした。。それではこの後ナックアウトシーンを振り返ります。